料理というのは思った以上に手間がかかりますよね。一人で食べるご飯くらい手抜きで済ませようという人も多いのではないでしょうか。今回は夢見がちな報告者が手抜きの昼食を食べていた奥さんにショックを受けたお話です。結婚して約半年なんだが、嫁さんの昼飯がなんかやばい。嫁さんが一人で食べていた昼飯を見て冷めてしまったという愚痴。一人で食べる昼食くらい好きなもの食べさせてやれよ。俺の仕事は外回りメインで、嫁さんはコロナ以降在宅メインになった。結婚してすぐの頃、たまたま昼時に自宅近くまで出てたから、家で弁当を食おうと思って帰ったんだ。そしたら昼飯中だった嫁さんがなんか挙取り始めてさ、なんだと思って嫁さんの飯を覗き込んだんだよ。そしたら俺の弁当に入れてくれたきんぴらの残りを飯にのせて生卵ぶっかけて食ってた。在宅仕事中の昼飯は残り物で簡単に、残り物がない時はレンチンパスタとかインスタントラーメンを食ってるんだって。実際その後何度か昼時に突撃したら手抜きした昼飯ばかり食べてた。ネギだけのチキンラーメンを鍋からとか、残り物の野菜炒めのっけ飯とか、ひどい時はトーストしてもいない食パンにマヨネーズとキムチを挟んだだけ。奥さんの昼ご飯がとにかく気に入らない様子の報告者。報告者の分のお弁当はきちんと作っているようなのに、一体何が気に入らないのでしょうか。何度も奥さんの昼ご飯の時間に自宅に帰ってはメニューを確認していたようです。俺ちょっとショックだったんだよね。嫁さんは可愛くておしゃれだし料理もうまいんだ。そんな雑な飯を食ってるような女にはとても見えない。付き合ってる時の誕生日に結構いいイタリアンをおごったりしたんだけど、家ではレンジでパスタ茹でてめんつゆと海苔ぶっかけて食ってたとか、なんだかなって感じ。ちゃんとうまい飯を作れるんだから、在宅仕事中とはいえちゃんとしたもん食っててほしい。でも嫁さんは一人だとめんどくさいんだもんとか言って改善する気ゼロ。案外ズボラなんかな。そのうちだら嫁になるんかなって不安になった。今んとこ俺と一緒に食う飯はちゃんと作ってくれてるけどね。今日ってかもう昨日だけど、金曜日の夜は俺のリクエスト通り天ぷら揚げてくれてさ、玉ねぎ高いけど俺の好物だからってかき揚げにしてくれたりとか、天つゆも手作りで全部うまかったんだけど、天かすを冷まして取っておいてるのを見て、ああこいつ天かすを飯にぶっかけて食うんだなと思ったらさーっと冷めちゃって、コンビニ行くっつって家を出てそのまま個室ビデオの店に来てしまったんだわ。 LINE も電話も無視してる。嫁さんが一人で食ってる昼飯の内容が嫌だって普通離婚理由にはならないよな。でも冷めちゃったんだ。いやまだ好きなんだけどさ、昼のズボラ飯さえ改善してくれたらいいんだけどな。離婚しても嫁さんは可愛いしまだ若いし、すぐ次の男を捕まえそうでそれも嫌だ。俺のわがままなんだろうけど、でも俺のわがままを許してくれたのは嫁さんだし、手抜きの昼飯を食べて冷めさせたのも嫁さんなんだよな。注意しても全然聞いてくれないし、こんな女だったのかと思うとなんか後悔がすごいわ。こいつ何言ってんの？どこのお子ちゃまなの？意味わかんないんだけど。アイドルはうんこしないもん並みのたわごとほざいてる自覚ある。そんで嘘だろ、アイドルうんこしてた。僕ちゃんの夢を壊すなって逆上してんのが報告者やんけ。嫁さんを変に理想化して一人相撲を取って、それでこんなん長々書き込む野郎なら別れてやった方がいいよ。その方が嫁さん幸せになれるんと違うか。お前が愛してたのは嫁さんじゃないんだよ。嫁の幻影を愛してたのを勘違いしていただけだ。人間なんて年取ったり状況でどんどん変わっていくんだぜ。子供を産んで髪の毛振り乱したり、年を取ってババアになったり、その変化を受け入れられるの？受け入れられずに嫁のせいにしかできないなら一緒にいない方が良い。どうせ誰もあんたを幸せにできないよ。家で一人の時のお昼なんてそんなもんだよ。残り物なければ納豆ご飯で終了とか、昼くらい気楽に手抜きご飯を食べて何が悪いの？てかそんなことで冷めたとか、
しかも嫁のせいとか、お前何様のつもりだよ。そんなに嫌なら嫁のお昼をお前が用意しておけばいいじゃん。嫁の健康を気遣ったお弁当とか作って渡せばいい。やってもらってばっかりで何もせず、嫁さんが悪いとか、本当お子様のわがままだね。お互いのためにとっとと別れちまえ。お前みたいなうすらバカ相手にしてる時間が元嫁にとってもったいなさすぎる。冷めたんなら仕方ない。離婚したらいいと思うよ。あなたが見てない時でも嫁さんが可愛い嫁さんであり続ける努力をしてないこと、簡単な食事で済ませる安易さや緊張感のなさが許せないんでしょ。常に厳しいビジネス環境で高い緊張感を持って生きるあなたには嫁さんはふさわしくない人間だったんだと思うよ。この報告者、手抜きの昼食を見ただけで離婚を考えるほど冷めたと言い出します。しかも一緒に食べる夕飯はきちんと作ってくれる奥さんに、変に意識が高いのか、それとも奥さんに夢を見ているのか、スレミンからのコメントは報告者に否定的なものばかりでした。嫁が心配してるみたいだから帰る。叩かれてるな俺。自分一人ならご飯なんか空腹を満たせるものでいい。だけど旦那が一緒の時はちゃんとしてあげたい。そういう嫁の思いやりになんで気づかないんだよ。正真正銘のバカか。そんなにいい嫁なのに、たった昼飯ごときで冷めたんならさっさと離婚しろ。嫁にはもっといい男がこの世で見つかるよ。お前よりいい男なんて世の中にいっぱいいるんだからな。お前は一人に戻って出前ピザを一生食っとけばいいよ。あ、手抜きご飯はダメなんだっけ。じゃあ手の込んだ食事を1日3回作って食べろよ。頑張ってな。真面目にレスしても無駄じゃない。レスに対して何の返事もないじゃん。最初からここのレスなんて真剣に考える気はないよ。この人、自分を批判する意見はみんな雑音。耳には入るかもしれないけど理解する気なんてないんだから。こうやって人の意見聞かないまま大人になったんだろうな。だから夢見がちなまま結婚しちゃったんだよね。こんなのに引っかかって嫁さんかわいそう。スレミンの言う通り、批判する意見は報告者に届くことはなかったようです。報告者は奥さんと離婚したのでしょうか。それとも現実の奥さんを受け入れることができたのでしょうか。いくら報告者が夢から覚めても一緒にいない方が奥さんは幸せかもしれません。早く離婚して奥さんには次の幸せを見つけてほしいものです。今後夢見がちな報告者が現実を直視することができるのか疑問の残るスレでした。